エスパルの裏と、ケツと、キルユージュ。はい、ということで、今日、なんかいきなりエイジに LINE 来てんの、ウームの社員さんから。そう、ウームから LINE が来て、うん、キリタンポから、なんかサイン入りのね、写真集が届いたということで。はい。ありがとう。本当ありがとうな。ありがとうございます、キリタンポさん。マジでありがとう。Thank you。ということで、ウームさんから。このきりたんぽさんからのサイン入り写真集が島袋宛てに送られたっていうことで、これ送られてきたのはあいつはまだ知らないんですよ。だから本人の直筆サイン入りの写真集をあいつに渡したらどういう反応するのかを今日は見ていきたいと思います。ということで、あいつもちょいで切り裂きいくらで見ていきましょう。お疲れさん。お疲れ。ちょっとここ座って。どないしたん？あるプレゼント。プレゼント。島袋には持ってきました。マジから。ウームから、うん、その島袋宛てに、うん、あるもの届いた。マジ。まあまあ開けてみて。中身。うんうん、おお。うん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 。え、三冊目？三冊目や。俺これも買った写真集だ。え、こんなん俺宛てにわざわざ？そうや、うんうん。わざわざウームが送ってくれた。うんうん、あ、マジか、はい。ありがたいな。先生、ありがとうございます。で、中身開けてみて。うん、おお、やっぱ可愛いな。分かったって。可愛いって。お？やば、直筆サインや。うわー、すげえ。なんて書いてる？島袋さんへ、きりたんぽ、いつもありがとうございます。これからも YouTube 活動頑張ってください。きりたんぽより。何挟まってるの？思った。ちょっと待ってよ。手紙挟まっとるやん。うせやん。なんて書いてんの？うおー。お前。やばー。やっぱ。ハートマークついてんの、お前。ちょっと待って、手触れてくるわ、これ。やば。え、これ見せていいの？いや、ラブレターじゃねえの？直筆やん、これ。やば、結構長文で書いてあるぞ。お前、動画で拝見させていただきました。真空パックありがとうございます。本屋さんに在庫がなかったとしていたので送らせていただきました。またお会いできるのを楽しみにしています。うわー、すげえ。やば、本人からこんなんもらえんぜ。なかなかもらえんぞ。マジか、これ見て、ハートマークめっちゃあるやん。これここにもある。これあんたらが書いたとかドッキリちゃうの？違う、これ見てみ。これ綺麗すぎやろ、じじ。もう完全女の子の字やん、うん、マジか。ラブレターやん、こんなんしてなあ。ハートマークついてるからね、うん、え、マジで？最後ちゃんと感謝して。え、ちょっと待って、これと、うわー、やっぱこんなんもらわれへんで、誰もね。メンバー、ちょ、俺、ちょ、マジで俺サイン欲しかったん、あの時。せんの欲しかったんけど、ね、申し訳ねえ。そう、厚かましいなと思って。あー、だからもらえんねんな。そう、一緒に動画撮ってもらった上に写真も撮ってもらって、握手してもらってな、うん、だから、いや、さすがに写真、サインもくださいなんかは言えんわと思って。まあ、言えんわな、普通は。うわ、マジか。よかったな。うわ、マジかよ。ちゃんと日付も書いてある、これ。ほんとや。うわこんな感じで。どれどれ。お、すごい。やっぱりっすよね。うわ、字綺麗、めっちゃすごい。もうそれ真空パックさなあかんじゃん。いやでもこれサイン入ってるから、これちょっとできんわ。うわ、あかんわ。この人はほんまにファンの心をつかむのがうまい。うぅー、ここまでしてくれる女性ユーチューバーおらんぞ。おらんぞ。じゃあ最後、はい、ちゃんと感謝してお礼を言って。ちゃんお礼を言って、うん、この手紙まで直筆でもらって、うん、キリタンポさん、今回は一度しか、お会いしたことない僕にここまでしてくださってほんまにありがとうございます。僕もほんまに今ものすごく感無量で、いい言葉がものすごく全然見当たらなくて、うまいこと言葉をまとめることはできないんですけども、もう率直に言うとほんまに嬉しいです。これはもう、もう僕今人生で一番もうものすごく嬉しくって、ほんまにもうダメですわ、これ。ちょっとこれはほんまにもう大切にさせていただきます。ほんまにありがとうございました。よかったな。よかったよかった。素晴らしい事務所ブーム、アンドキリタンポさん、ありがとうございます。ありがとうございます。マジでありがとうございます。